こんにちは。東京日本橋着物を楽しむ学校の伊藤靖子です。今日からこのチャンネルを始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。これまで私は20年近く、ホームページやブログで着物のことをたくさん発信してまいりました。それをこの動画で一層分かりやすく皆様にお伝えしたいと思います。私が東京日本橋で着物を楽しんでいる様子ですとか、これまで経験してきたたくさんのことがあります。例えば私は着物ライフコンサルタントとして多くの方にお会いして似合うとか、それからコーディネートをご提案アドバイスしてきました。その中はとてもいろんな学べることがたくさんあるんです。その情報はきっとお洋服でも日常生活でも使えるので、ぜひお伝えしたいです。それから着物の産地にたくさん行きました。沖縄や京都や十日町や米沢や、そんなところでたくさんの作り手の方たちにお会いして学んだことがあります。それもお伝えしたいですね。ぜひチャンネル登録してご覧ください。チャンネル登録していただくと更新情報がすぐにお伝えすることができるので、アクセスしていただきやすくなります。さて、今日の私のお着物をご紹介させてください。今日は8月1日です。聖火と呼ばれる季節なんですね。とっても暑いですね。こんな聖火の一日には着る着物の、種類とかが決まっているんです。夏のお着物です。今日私が着ているのは浴衣、それから名古屋帯です。夏の名古屋帯です。この浴衣は、絞りと呼ばれるもので木綿を染めています。ご覧になってください。黒地の中に白い模様がたくさんありますね。これは全部一粒一粒木綿の糸で、この丸になっていますが、そこを糸で何回も、染まらないように、丸く糸を絞っているんです。これを全部人の手でやります。とてもたくさんありますね。そしてそれが終わったら黒い染料の中にこの13メーター近い生地をドブンとつけるんです。それを取り出して乾かして糸を取ると、糸で絞ったところだけが染まっていません。それがこうやって模様として残るんですね。そしてプチッというこう膨らんだような感触があります。これが絞りです。とても味わいが深いです。人の手でやることっていいですね。これは大変時間がかかることなので、早い段階から日本から中国に行って中国の方たちにやっていただいていました。でも中国の人件費もどんどん高騰して、今はベトナムですとか他のアジアに行って日本人が指導してやっています。でも生産量がとても少なくなっていますので、これほどこだわった浴衣の絞りっていうのも、大変少なくなっていますね。それからこれは織の夏の名古屋帯です。目が粗くて涼やかに見えませんか。夏の織の名古屋帯、染めと織です。染めと織、分かりますか。染め物は白生地をつけることと、つけたり書いたりして柄を描きます。でそれに対して織物というのは、もうこの糸を縦糸と横糸を織るんですが、織る前の状態から糸に、染めていきます。ここに来た時に黒い色が出るように、縦糸と横糸に、ここは黒、少し離れたところはちょっと幅広の黒というふうに染めるんですね。それが織り合わさったら、この形になるように設計して織っています。ですから織り上がったら完成なんです。織りってすごいんですよ。奥が深いです。そしてこれは名古屋帯。名古屋帯というのは角帯ですとか半幅帯というのがあるんですが、それよりも少し角が高いんですね。角って重要なんですよ。でこの名古屋帯を締めて、私は今日は黄緑の帯締めと帯揚げを、締めてコーディネートを完成させています。体に結びつける
着物や帯を体に結びつけるための紐なんですけれども、それが、着姿を完成させるコーディネートとして役立っています。さて、この着姿で私は花火大会に行きます。いいですね、行きたいですね、グーです。でもじゃあホテルに行けるでしょうかっていう時に、やっぱり着物の格って出てくるんですね。帝国ホテルでお食事でしたらちょっとどうかなって迷います。その時は私は浴衣ではなくて夏のお着物を着ていきます。それから名古屋帯を締めますね、というふうに TPO に合わせるということはとても重要なことです。東京日本橋で着物を楽しんでいる私の生活を中心に、着物の楽しさをたくさん皆様にお伝えしてまいりますね。どうぞチャンネル登録してご覧ください。ではまたお会いしましょう。